はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、はい、じゃじゃん。またコンビニコーヒーです。コンビニコーヒーの、味比べですね。こちらの動画の第2弾でございます。以前にやった普通のコーヒーの、味検証がすごく好評だったんで、今日はカフェラテをやっていこうと思っております。とりあえず、右から、セブンイレブン、ファミリーマート、街カフェ、ローソンでね、普通に、買ってきたんですけども、なんか見た限り、あれだよね、ちょっとサイズ違うよね。セブンはちょっとちっちゃいのかな。なんかカップの違い、とりあえず開けてみるか。でも見た感じそんな変わんないかな。街カフェがちょっと多いような気がするけど、セブンが、そんな変わんないかな。はい。とりあえず全部150円でね、買ってきました。全部3店舗ね、走り回って買ってきました。まだあったかいんでね、とりあえず大丈夫だと思います。じゃあ、どれからいこうかな。まずは、じゃあ前回と同じで、セブンイレブンからいきますか。セブンイレブンのコーヒーが確か、ドリップ抽出で結構優しめだったんだよね。優しめだけど結構コクあってちゃんと美味しかった。バランスよくて美味しかったんだよね。で、これがカフェラテになったらどうなのか。じゃあいただきます。セブンイレブン。うん。あ。まず、美味しい。美味しい。結構ミルクが柔らかいですね。甘いのかな、結構。で、コーヒーとの調和もすごくいい。バランス取れてて、非常に飲みやすい。カフェラテとしてすごくなんか完成されてる感じはしますね。うん。うまい。適度にコクもあって、で、ちょっとこの下の先っぽに感じる、この感覚は。ミルクの、微妙になんか下先に、酸味を感じる気はするけど、何の酸味なんだろう。とりあえず、じゃあ、次。じゃあ、ファミリーマートですね。ファミマカフェ。いただきます。あ、これ全然味が違う。セブンが結構柔らかくて、ふわっとした。で、甘く、仕上がっていたんですけど、こっちはね、結構苦めですね。落ち着いた味わいというか、苦味が結構先行してるというか、ミルク感はそこまで強くない。コーヒー感も結構強いかな。あ、でも美味しいね。これも好きだわ。前回確か、ファミマのこのエスプレッソ抽出のコーヒー。コーヒーランキングじゃ確か僕一番下に置いたと思うんだけど、結構、あ、美味しいよ。これ結構好き。なんか甘いもんと一緒に食べたいのやっぱり苦いからさ。こっちも普通になんかと合わせるんでも相性いいと思うけどね。なんでも合うと思います。じゃあ次、最後ですね。街カフェローソン。いただきます。確かこれが、ドリップコーヒー一番美味しかったよね。エスプレッソ抽出だけど。お、ちょっと待ってよ。一回、ちょっと水で、口を洗ってから。ちょっとイメージと違ったな。ミルク感は結構、柔らかめですね。苦味は、ファミマカフェの方が強い。こっちは割と飲みやすくなってんのかな。ちょっと待って、セブンと飲み比べてみたい。これと、あ、セブン結構甘い。飲みやすい。柔らかい。これ好き。で、かなり落ち着いた味わいですね。並べるとしたら、こうかな。柔らかい、ちょっと落ち着き、苦味系って感じ。そっか。あ、結構なんか印象変わったな、ドリップっていうか、普通のコーヒーとね、比べてみると、だいぶ味の印象が変わりましたね。ファミマがこんなに苦味が来ると思わなかったな。あ、でも割とうまい。嫌いじゃないぞ。実はね、僕以前、ファミリーマートの、この街カフェじゃなくて、ファミマカフェで、アイスラテ飲んだことあったんですよ。そのアイスラテがちょっと、苦味と牛乳のバランスが、ちょっとあれかなって気になった時があって、そういう思い出があって、苦味と牛乳のアンバランスな感じが気になっていたんだけど、こっちはね、おっと、うめえぞ。結構この苦味割と好きだわ。なんかと本当に合わせて食べたいですよ。チーズケーキとかさ、合うと思います。でもそうだな、全部この並べた時にランキングとしたら、単体でねランキングつけたら、ダントツでね、カフェラテ、このセブンカフェのカフェラテが一番ね、こう美味しく飲めるなんかね、甘くて柔らかくて後味もすごく爽やか。これ単体で美味しいカフェラテですね。これだけで楽しめる。他のはまあそれだけでもいいけど、なんかと合わせて食べたいかな。ペアリングでどっちかな。ナンバーワンはセブンで決まり、俺的にはね。どっちかな。どっちもいいけど、コーヒー単体の時に美味しかったのこっちだし、コーヒーだけの味わいで見るとちょっとこっちの方がこう上かもしれないんだけども、牛乳と合わさってカフェラテになった時に個性としてどっちがいいかって話なんだよね。まあ完全に好みなんだけどさ。これからね、僕がもしなんかこう、この3社のコンビニのね、カフェラテをまあ飲む時があったとして、まあ場に合わせるんじゃねえ。そうだな。ほんと単体でこれを出して、こっちかな。こっちの方が、なんかこう人にね、いろいろ出しながら、ケーキとか出しながらさ、飲んでもらうんでも、まあこっちの方がこう合わせやすいのかなとは思いますね。対比として。中間なんだよね、これがね。美味しいんだけど、美味しいんだよ。すごく美味しいんだよ。だけど、いい意味で、フラットなんだよね。で、あとまあ細かいこと言っちゃうとね、正直ちょっとファミマのこのカフェラテ第2位のやつは、ちょっと後味っていうか、まあ苦味が微妙にね、ちょっと変に残るような気もして、ちょっとここは気になりはするんだけど、それでもね、まあカフェラテとしてはすごくいいと思う。俺は好き。ちょっと順位変動しましたね。前回が、コーヒーが、ローソン、セブン、ファミリーマートだったね。で、今回が、セブン、ファミマ、ローソン？そんなローソン下になっちゃったのか。まあでもこういう考察も面白いですね。多分本当に合わせるもんとかね。あと、まあアイス、ホットでも変わるだろうし、全然いろんな要素で変わってくると思うし、それぞれ好みもあると思うんで、まあ本当に僕個人の今回は、ホットカフェラテの、まあ、考察でしたけども、ぜひね、皆さんも、もしよろしければ自分の好みとかね、そのコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。あと、まあ、アイス系もね、今度やっていこうと思ってるんで、アイスコーヒーとかアイスカフェラテとかね、まあ、今後、また見ていきたいかなと思います。まあ、これ面白いですね、ほんとね。コンビニコーヒー、それぞれ違いがあって、で、前回の動画のコメント欄でもすごいいろんなご意見寄せられて、みんなやっぱ、ローソン美味しいと思ってんだとかね。あと、やっぱり好みによって、ファミマも、好きな人いるんだなとかね。やっぱり全然人によっての好み違うからね。今回すごく面白かったな。これシリーズもにしていきたいね。まあ、今後いろいろやっていきたいと思います。はい。というわけで今日のカズマックスの、コーヒーチャンネル、今日はホットカフェラテ、コンビニのホットカフェラテの、比較動画でございました。はい。また次回お会いしましょう。じゃあね。そうだ。今日僕、実は、紙袋を持ってきました。これなんでかっていうのが、鋭い人も分かったよね。前回僕、ドリップコーヒーっていうか普通のコーヒーをね、買いに3店舗回った時に何も持ってかなかったんですよ。で、もう完全にこの3つをね、こう連結させて無理やり持って、近所をね、走り回ってきたんで、もうほんと冷めちゃうからさ、もう走って、完全に不審者ですよね。ちょっとそれがね、反省したんで、今回は、これを持ってきました。皆さんもね、ぜひ、こちら、比較するときは、紙袋を持ってた方がいいと思います。はい。じゃあね。よいしょ。